よし、オッケー。はい、今からスタートします。大丈夫かな。福島ゆかのショールーム配信ということで、皆さん今日この時間、お昼の時間帯の配信もぜひともよろしくお願いします。では最初に自己紹介をさせてください。はい、私はゆすこと福島ゆかです。福島県出身でソロのアイドル、そして同時にアイドル専門誌ラッキーアイドルパスという雑誌を編集取材をしながらライブ活動を行う日本初の本格編集アイドルとして、活動しています。そして、このショールーム配信なんですけれども、今日はですね、お昼と夜絶妙な18時ちょっと45分っていう絶妙な時間、あとできたら深夜に、ちょっと深夜になっちゃうんですけど、やらせてもらおうかなっていうふうに思っております。ちょっと私最近ですね、アイドルパスの編集とかもあんな兼ね合いもあってですね、ちょっと時間が不規則になってしまって、不規則じゃないけどなんかこう時間がね、あのバラバラになってしまって申し訳ないなと思ってるんですけども、ぜひあのお付き合いいただけたら嬉しいなと思いますので、このお昼の時間帯もよろしくお願いします。さあ早速ですが、えのさんこんにちは、ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。そして福道さんこんにちは、ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。そして、花ちんさんこんにちは、いつも可愛いです。いえ、嬉しいです、ありがとうございます。お願いします。外羽ですねってことでバレました。実はやや外羽でござる。外羽なんですよ、髪の毛先が。なんかあの昨日すごい可愛い、まあ可愛い人の話ばっかするんですけど、あの半年ぐらい前にこう仲良くお話しさせてもらうようになった女子がいて、その子がすごい可愛い外羽にしてたので、私もちょっと影響を受けて最近外羽をにする機会が増えました。あとはあの私の大好きな井上聖香ちゃんっていうフジテレビの目覚ましテレビのメインキャスターの聖香ちゃんアナウンサーがいるんですけど、聖香ちゃんの声が、聖香ちゃんの髪型もいいなと思って、え、めっちゃなんか聖香ちゃん本当に可愛いので皆さん見てみてくださいいやすいませんね、本当に私また今日も花粉症なんですよ。なのでごめんなさい。でももうしょうがない、そういう日は諦めます。もう石川さんこんにちは、ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。だって本当にガラガラ声なんですよね鼻声でしょうがないです、本当。いやなんかまあ本当日々そういうことあるんですけど、なんか鼻声もそうなんですけど、昨日めっちゃなんかあの胃がなんか、胃がなんかこう微妙になんか違和感あって胃の違和感、いや皆さん胃の違和感ね、あったこと、それは人生生きてたらあると思うんですけど、私はなんか胃が結構強くて、いやもう胃が強いがためにそんなになんか胃について考えたことがあんまなかったんですけど、なんか違和感あってやばいですね。友達のお母様が、あのおまやば友達のお母様がなんだっけかね、あのお医者さんじゃないな、でもお医者さん的な医療関係の方がいたので仲良くさせてもらってるから、あのなんか電話したんですよ。なんか私普段そんなになんか胃についてね詳しくないし、あんま違和感覚えたことないんですけど、なんか胃がなんか張ってる気するんですよねみたいな、したらなんか、まあ、その日何食べたみたいな言われて、食べたものを言ったら、それはなんかさすがに食べ過ぎだから単純に食べ過ぎですって言われて、それでなんか一般的な胃薬みたいな、それを飲みなって言われたんですよ。夜結構遅くですね。でなんかその胃の何だったっけ、一般的な胃薬飲んだらすって治ったんですよ。本当びっくりしちゃって、あの胃の薬を
まあ、持ってはいたんですけど、そんななんか飲もうって思ったことないからめっちゃびっくりしました、昨日。えーと思って。でも確かにちょっと昨日も一昨日もその前もですけど、ここ3日間ぐらい正直確かに、なんか3人前ぐらい多分食べてたんですよね。そういう時あるじゃないですか、一回行って大きくなるとどん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 拡大していくんで、私はそのテンションで食べれる分だけ食べてたら、本当になんか胃が多分やめろって言って驚きました。胃が弱音を吐いてました。だったんで、そういうことがあって、今日は言われたのは、とにかく、消化にいいものを適量食べてください。そしてあの刺激、辛いものとかそういうスパイスが効いたものは食べないでって言われて私辛いもの食べられないんで、そもそも、まあ、それはいいと思うんですけど、でももうねやばいんですよ。昨日その胃薬を飲む直前にも何かを食べていたがゆえ、夜寝る前に食べるとすっごい朝お腹空くんですね。ですごいお腹空いた状態であの朝起きて、でそのままあの今に至るんで、今すごいお腹空いてるから今からまた食べそう、やばいと思って鍛えないとなって、胃を鍛えようと思いましたっていう反省話です。ちょっとブームがあるんですよね。そんなに食べなくていいやつ時はそんなに食べないのに、食べたいって時ってあるじゃないですか。これみんなあると思うんですね。いやもうひどかったですなんでいっぱい食べてるの、痩せてますよね。痩せてないですよ、あの本当に私は気痩せする大魔人なのであれなんですけど、体重計にもう10ヶ月ぐらい乗ってないから、その時の体重のまま体重計に乗らなかったらその時の体重なんですよ、私の中では。何十何キロって言って、でその時の体重のまま頭の中でいるから今のところ同じ体重っていう理論です。でもそこで今日体重計乗っちゃったらそこで体重が更新されちゃうから、新たなもっとプラスになっちゃった体重になっちゃうでした。だから乗らないのがおすすめです。一番痩せてる時に乗って、夏ぐらいにシュッて乗って、なるほどねって言って、そこから冬は絶対に太っちゃうから冬の間は絶対に体重計に乗らない、乗らない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 って言って、まあ7月8月ぐらいにまた乗って、はぁってなるのが私のライフハックつって嘘です。リオメダルさん初訪問ありがとうございます、よろしくお願いします。乗らなかったらっていうの分かる、分かっぱい。そうなんですよ、乗んなかったら分かんないですもん、現実として認められないから。なんか無理やり乗せられちゃったらそれはそれまでですけど、自分で自発的に乗らなかったらもう体重はその時の体重ですね。だから10年間乗らなかったら10年前の体重のまま自分の中でストップするかもしれない、その理論で言ったら。そう、あとやっぱり温泉とかサウナとかに行った後って痩せるじゃないですか。まあそれは一時的なものかもしれないですけど、やっぱそういう時に吸って乗ったやつとかいい記録取れると思うんでおすすめします。あと私は行ったことないんですけど、例えばジムとかに行かれてる方はジムで走った後とかなのかな、よくわかんないですけど、体重計あったらそういう時に乗りましょう。宮坊さん、ゆしちゃん、こんにちはです、ありがとうございます。こんにちはです、よろしくお願いします。はい、やばいな、ちょっとくだらない話してしまってすいませんでした。本当に単純に私があの一食につき3人前食べてたんですね、ここ3日ぐらい。でもそれは早い時間に食べてたからいいんですよやばいな、でも本当にすごかったんですよ。ここ3日って言ったけど、なんなら月曜日も結構食べてたから、この1週間か、平日のすごかったですね。お昼ご飯をね2回食べてたからね。であと夜ご飯も食べて、夜じゃないんですよ、深夜に食べちゃってたからね。そう、ダメでした。ももさん2回目の訪問ありがとうございます。いでさん初訪問ありがとうございます、よろしくお願いします。さすがのアドバイスです。
ね、今アイドルパスに見えちゃった。やばいですね、もうふふーって言った。アドバイス、うん、なのでそういうここぞって時の夏に乗って、そこからあの次に自信持てる日まで乗らない、体重計に。だって体重なんて数字じゃないですか。見た目が気痩せしてたらそれで結構ごまかせるで、なんて、そんなことをこういうさ、あの私が言っちゃいけないかもしれないけど、でも無理するぐらいならその方が心が軽くなるじゃないですか。だからいいんですよ、普通にあの毎日乗って毎日こうはぁってなるぐらいだったら、あのここぞって時に今日は痩せてるべなって時に乗る、したらその体重があなたの体重でずっと保存されていくかな、人生の中で。だから次自信持てるなって時にまた乗ればいい、したらもうそれのまま続いていくから。でもずっとダラ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 してるのはさすがにあのね、どんどんブブブブブってなってっちゃうんで、やっぱ切りとか区切りは決めた方がいいですよね。例えば自分は夏に痩せやすいなと思ったらその夏めどで測るみたいな、そういうことにしておきましょう。やすくんこんにちは、ありがとうございます。お昼休憩なので来れましたってことでありがとうございます。私はこの後お昼食べるんですよ。何食べようって楽しみです。無反の西村美玲さん、お2度目の訪問ありがとうございます。お願いします。アノリーマウスさん、高水さん、2度目の訪問ありがとうございます。お願いします。いや待って待って、他にも話したいことがあったのにちょっと抜けちゃいます。どうしようどうしよう。あのなんだっけ、あすごい余談なんですけど、余談でもないですけど、私そのこのテロップにもある通り23日から、お天気のウェザーフォーキャストさんの、ガチイベントが、ガチイベントが始まるじゃないですか。なのでそのガチイベに向けて、いろいろちょっと準備させてもらっているんですね。23日の18時から29日の21時59分までなので、皆さんに初めて今見てくださってる方にも協力してほしいなと思ってるんですけど、あの前回私がウェザーリポートさんで、まあ、その時はちょっとね、結果的には残念なものになっちゃったんですけど、その時にこう毎回こう今日は雲の動きとか、今日はあの本当いろいろやりすぎて、もう風とか台風とかいろいろやったんですけども、その時に使ってたこれ、あ使ってないです、使おうと思って使えなかったものがあって、りっちゃんごめんなさい、これから運転なので落ちますね、配信頑張ってください。宮本さんありがとうございます、本当に運転気をつけてください、頑張ってください。その時に使おうと思って使わなかったこれがあのグッズの一部なんですけども、これねちょっとね、なんだろうねっていうこれひどいですよ本当に。今見ても、今見たらちょっと傷ついちゃうかも不器用すぎて。私あの雲の動きについてやりたかった時に、これ雲で、すごいでしょ、これ壊れちゃったんですよ、べっこべっこに。これ紙粘土で、後ろにこういうあのボードをつけているので、あ、じゃあボードに貼り付けようと思って磁石をつけたっていうね、これひどいですよね。もうね見てわかる通り、あの何、磁石がもう浮き出てきてるのこれ。でもなんか結構躍動感ある雲にはできたんですけど、なんかよくわかんないことになっちゃってね。あ、陸地さんだ、2度目の訪問ありがとうございます。雲、雲これひどい雲ですね。でも磁石付きなんで結構便利な、そんな貼り付かないな、どこ貼り付ける場所がないで、まあこれまだマシな雲2、ちょっと色素沈着しちゃったけど、色素沈着した雲、雲パート2ドバイ。そしてこれが低気圧、ローの L、これ
ういうこと、こうか、ローもうテンションもローになっちゃう。こんなにね、これ本当は張り付いてたんです、上にちゃんと綺麗に。それも剥がれ落ちてしまいました。で、多分一番ひどいのがこの高気圧っていうもう本当すごくないですか。もうこんなギザギザになっちゃって、肺の H が、これひどいですね。明太子みたいな、明太子じゃない、明太子の一部みたいになっちゃいましたね。美味しそうだけど、これがはい H、 ひどい。雲って色つくんですね。そうですね、あのいろんな雲があって彩雲とかあるんですけど、その一種だと思ってもらえれば、ちょっと色づいちゃった雲みたいな、まあ、色づいて見える雲。あ、もこふわさんだ、また来てくださった、こんにちは、ふわふわってことで、ふわさんにぴったりなあの雲の雲これひどいですね。すいません、なんかこういう雲を作って失敗を繰り返しておりました、前回のこのショールームのオーディションの時に。待って、これだけ見せたら私皆さんに結構ひどいものを見せながら配信の企画やってたんじゃないかって思われそうだけど、それは誤解です。いや、わかんない、あのちゃんと、待って待って、前回のやつ持ってきます、今度明日とか。前回これはもうさすがに使えなかったんですけど、ちゃんとこうあの図解してもう切り張りして、本当成り立ちを一緒に振り返ってたんですよ、その天気の成り立ち。これはちょっと誤解招いちゃいますね。これ一回も多分使いませんでした、作ったのに。蝶々ってことで、逆に蝶々に見えたのすごいです。 YM さんこんにちは、ありがとうございます、お願いします。やっぱり松浦さん2度目の訪問ありがとうございます。前回のやつ見たいですねってことで、あ、本当にちょっとこれは見せたいです。で、明日ちょっと見せられたら見せたいなと思ってるんですけども、もし明日が待ちきれない方は、あのウェザーリポートさんのハッシュタグで、私毎日ツイッターにつぶやいてて、それのハイライトの動画を作ってるので、なんだろう、ウェザーリポートさんかな、でとか、私のツイッターの3月中旬ぐらいのツイートを、そこまで遡るほど暇な方はいないと思いますが、見ていただけたら、どんな内容をやってたかっていうのは分かるかなと思います。ユウさんのセンスの良さが分かる、ちょっと待ってください、いじってますよね、これはちょっとすごいひどいです、私のすごいなって。あ、待って、肺のなんか一部が出てきました。はい、高気圧、イエーイみたい。そして何らかに使えるかなと思ったこのね、すごいアイスの棒みたいな棒、これ使ってなんかできるかなと思ったんですよ。やっぱこうなんか山があって、そこに例えばこの空気階が上がってきました、ここを乗り越えてきて、ここから、まあ、ここ登ってる間にあの水蒸気が雨になって落ちてって、こう抜けてったらもうあの普通の雲になってるよ、だから山のこっち側とこっち側天気が違うんだよみたいな、そういう説明をしたくてこの棒をいっぱい買ったけど別に使わなかった。言ってませんよ。あーちゃんさん初訪問ありがとうございます、よろしくお願いします。くじ引きですかってことで、くじ引きにすればよかったかもしれないです、これで。さ、こういうやつ、浅草の浅草寺、浅草寺でこういうのありますよね、筒に入っててシュッシュッって言ったら1個抜けて、うんみたいな、何番みたいな。なんか私あそこで100番を2回引いたんですけど、100番って、あ、言ったらダメですけど、ちょっとひどかったです。内容が残念なあれでした。天気の説明オブジェですか、分かりやすいですねってことで、そう、それを、まあ、前回駆使してやりたかったんですけど、でも一部使ったオブジェもあります。それこそこのやっぱその棒に貼り付けて、磁石で貼り付けての
もう壊れてるけど、あの高気圧低気圧だとあんまり、なんかそうですね、あんま動かすってこと自体がなかったんで、もうちょっと天気図使うかなと思ってたんですけど、その時はあんま使わなかったんですよ。ですので別なオブジェは結構使いました。いや嘘です、21回中多分4回ぐらいしか使ってないです。ゴートモさん2度目の訪問イエーイ、ありがとうございます。話はガラッと変わりますが、今月末は江ノ島で撮影会でしたっけ。そうです、28日に撮影会が江ノ島であります。ね、楽しみです。すぐさん2度目の訪問ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます本当に。なのでこれはこういうお道具箱に入れて毎日配信の時に持ち歩いてたんですけど、正直コロナ禍のメンツはあんまり使わなかったよっていう話です。新しくなんかもっとちゃんと作ろうかなって思ってます。プロティさん初訪問ありがとうございます、よろしくお願いします。うん、お茶を飲むか、ちょっと動揺しちゃいました、自分の不器用さに。でもね、私こうなんだろう、まあこう不器用であんまできること少なくて結構ひどいんですけど、でもね最近なんか伊達メガネを買って、ブルーライトカットのこれつけてるとすごい賢そうに見えるんですよ、一見ほらすごくないですか、これつけてると。これ、じゃあブルーライトカット見えます、この色、色がついてるんですよ、このなんだ何色、紫みたいな、これカットしてんですよ。だからね、これつけてやったら私なんか賢そうに配信見られますかね。ないか、そんなことないか。よいしょ、よかった、29日江ノ島に行く可能性が高いのでまさかの遭遇はなさそうです。あ、29日にね行かれるんですね。よいしょ、これつけてたら賢くなれたらね、いいんですけどね、偏差値上がればいいんですけどね。皆さんはすでに賢く、常に賢く見えないです、ちょっと待ってください、見えたらちょっと大変ですね。賢いというよりは何ですか、賢くないですか、今なんかすごい上品そうに見えるじゃないですか、私だってメガネかけたら、かけなかったらまああの人普通だなみたいな、うんなるほどねみたいな感じですけど、かけたらもう急に偏差値、見た目で、見た目だけは偏差値70ぐらいに嘘ですけど見えたらいいな。ね、いつも毎日思います、なんかしっかり賢くなるにはどうしたらいいんだろう。紫が見えましたですよね、そのブルーライトカットメガネってこういう色づいてるっぽいんですね。でも最近のはそんなになんか色がなんかつかないというからしいです。かけてない方が上品に見えますよ。そうですか、新発見ありがとうございます。切ってさて、あ、もう35分か。今日のソングス歌うと思ってちゃんとイヤホンまた持ってきたんですけども、今日は何の日のわけでもないか。よいしょ、常に上品にありがとうございます、そんな言われないので、イエーイ、うん、よし差し込んだ。今日鼻声だけど歌えるかな。またランキング見よ、私が歌う曲皆さん分かるか分かんないか分かんないけど、
待って、ランキングの曲やっぱ分かんなかったので、これにしよっかな。の公演があります。ゆたるんさん、お、2度目の訪問ありがとうございます。だろうな。あ、めっちゃこれ久しぶりな曲歌おう。名曲歌ってみよう。よし。歌えるかな。歌えますかね。ピッ。やってみよう。その通り。
です。焦げ太郎さん2度目の訪問ありがとうございます。やべ、全然歌えなかったわ、ちゃんと申し訳ないです。なんなの本当に私はつって、うん、これ歌おうかな。ちゃんちゃん、あ、長山さんだ、パチパチありがとうございます。そんでたまに誰かと食事もするでしょう。つながりもこれだけ生きてりゃあるでしょう。その辺を逐一説明するなんて暇じゃないよ、うちの人生は愛が足りないと呼ぶのならもっともっと開き直ってみましょうか。キスの後の変な空気、電話を切るためらい、 Yes 夢も恋も両方を手に入れたい。噂なんて怖くないよ、これが少女の現在形、 Yes 明日また会えるよ、泣きそうな顔しないで。たまに誰かと比べてみたくなる、後悔したり時には愚痴ってみるでしょう。本気なら黙って許してくれればいい、嘘はないよ、うちの人生は言葉にしたって、天が見まそう、愛と何回伝えたら納得なの。もたれかかる君の肩、迫ってくる月曜、 Yes 現実はそうさも帰らなけりゃ。孤独なんて怖くないよ、これが少女の未来感、 Yes ですよ。どんな日も胸にしな、だってじゃないよ、うちの人生は。このかりんちゃんが最高なんですね。あまた中秋人生でね、去年夢も恋も両方手に入れたい。噂なんて怖くないよ、これが少女の現在形、 Yes 明日また会えるよ、泣きそうな顔しないで。だってじゃないよ、うちの人生は。じゃじゃん、しようかなと思ってやめたんですよ。じゃんみたいな。たたたたん。うん。いい曲やな。いい曲。あ、もう十。
ごい、いつもゆこちさん初訪問ありがとうございます。嬉しいです。時間的にもうちょっとだけですけど、時には冷や汗止まらないような
ってる。この顔と聞こえちゃった。愛してるわと言え、はっきり口に出さなきゃすごい。 Yeah, my I still love you and yeah 待ち中が愛し愛され Do it, do it 始まるってどうしの途中も。お願いします。初めて来てくださった方もルームのフォローしてくれたら嬉しいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ということで皆さん、今日この時間帯も本当にありがとうございました。ちょっと途中切れてしまって申し訳なかったんですけど、また配信を見に来てくださったら嬉しいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。次は18時の45分から配信させてもらいますので、どうかお願いします。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。